はこんこんもこです。今回は、8月の2日木曜日の9時に実施予定とされています大型アップデート第4弾の、ファイナルファンタジー14のコラボモンスターとしてビヒーモスが実装されます。で、そちらの、ビヒーモスのことについて少し、お話を、したいなと思って、動画を今撮ってます。ビヒーモスは、ハンターランク16以上で特別任務として出現し、期間限定ではない仕様となっています。で、フリークエストや調査クエストの方でも出現する可能性があるそうです。そしてですね、特別なルールが今回ビヒーモスの方で、存在するんですけれども、まず、マルチプレイを、推奨しているというところが、今回、大きなポイントになっているようです。ビヒーモスのクエストはファイナルファンタジー14、FF14 の仕様を再現しているそうで、ルールを理解しないとクエストのクリアが難しくなってしまうので、注意しましょうということです。で、マルチプレイを推奨しているというところなんですけれども、細かく言いますと3つの役割が、必要となる感じがします。で、その1つ目がタンク。タンクとは、盾役という意味で、ビヒーモスの気を、引きつける役割となってます。2つ目が DPS。 こちらは攻撃役、頭以外を、狙う攻撃メインの役割となっています。そしてもう一つがヒーラー、回復役の役割で、主にタンク盾役に対して、うまく攻撃化などを使って、回復をしてあげるという役割を、メインに、戦っていく。この3つの役割が、この3つの役割が、それぞれ、必要と言われています。で、もちろんソロでも、できないことはないそうなんですけれども、もう公式では、もうマルチの方を推奨ということなので、ソロでやる場合であれば、お供に、守りの盾役などを持たして、相手を引きつけるということをしないと、難しいのではないかなと、言われてます。で、ビヒーモスに対してのおすすめの武器なんですけれども、水属性の、水属性の武器、そして、麻痺などの状態異常がある武器で、カスタム強化での回復能力をつける。で、おすすめのスキルが、根性、体力増強、攻撃化、これは先ほど言いました多分3つの役割それぞれに、つけると、より戦いやすくなるのではないかということです。
ベヒームスの、攻撃の中でエクリプスメテオというものがあり、こちらの攻撃からは、とても、広範囲にわたって、落下の衝撃があるということなので、衝撃をまともに食らうと必ず、力尽きてしまうというふうに公式の方では発表しています。そして走って逃げることも不可能に近いそうです。それとエクリプスメテオ中は、もう戻り玉が不使用不能、戻り玉を使って逃げるということができないみたいです。あと、そのエクリプスメテオの発動の時に、コメットという、落下物の、なんか対象物があるな、あるそうなんですけど、そちらの方に、それを盾にして衝撃を防ぐということが、必要に迫られるということです。で、先ほどの役割の、タンクですね、盾役になるタンクは、とにかく頭の攻撃を、していくことで、自分の方に、敵視の状態をあえて作るっていうことをします。で、そういうことをすることで他の攻撃役と回復役が、後ろから攻撃を、頭以外の攻撃をして倒していくということなんですけれども、その時に、盾役の人がなるべく、コメットを、遠ざけて誘導していくということも大事になってくるようです。その、コメットというものが、エクリプスメテオの発動によって破壊される可能性があるそうなんですね。そうなると逃げ場を失ってしまうので、盾役というのはかなり、責任が割と重大というとちょっと大げさかもしれないんですけど、うまく、誘導するっていうことが、かつ一つのポイントになるのかなっていう気がしました。そして、先ほどの、タンク、DPS、サポート、この3つの役割の、おすすめの武器なんですけれども、タンクの場合は、公式ではランスをおすすめしているそうです、けれども、ビヒーモスの、頭の位置が、割と高いのでランスよりもヘビーボウガンの方が、いいのではないか、シールド装備をされたヘビーボウガンの方がいいのではないかという、一部の情報もありました。公式の方ではランス、あとガンランスがおすすめされているそうです。で、 DPS、攻撃役の方のおすすめの武器は、もうこれは火力重視の武器になってくると思います。そして、サポート、回復役の方の、おすすめの武器、片手剣、狩猟笛、そして、ライトボウガン、このあたりが、適しているのではないかということです。そして、装衣ですね。おすすめの装衣です、おすすめの装衣は、今も、たくさんの方が使われていて、そして私も、使っている天神の装衣、そして回避の装衣、で体力の装衣で癒しの円筒、こ
このあたりが相違と相違、おすすめの相違相互になります。今回のベヒーマスに関しては、もうはっきりと、役割が割ともう決められている、そのために持つ役割によって持つ武器、スキル、相違など、あと攻撃する部位などが割と限定的になってくるので、まあこれは配信中に、そうですね、あの野良でやるというのはかなり難しいのかなって私は思います。なので、配信などではもう先ほどの、役割、どこでしたっけ、タンクを、やってくれる方、そして DPS をやってくれる方、そしてサポートをやってくれる方っていう風に、まあここに、得意な武器もそれぞれあると思うので、募集を、参加型でね、募集をかける時も、まあそういう風な声かけを積極的にしていくことになるのかなと思います。ノラだとその辺のやり取りがどこまでできるのかなっていう気がするんですよね。まあノラでも、まあ、ボイチャとかされてる方もおられるかもしれないんですけど、まあそうですね、私の、配信の方ではまあ、そういうふうな声かけ、役割ごとに声をかけて、4人で行くという形でやっていこうかなって今は考えてます。それで、そのために、先ほど言いました、この武器、それぞれの役割に適した武器など、あらかじめスキルとか、防具とか、そういうのを備えておく準備も必要になってくるかなって思います。なので、ちょっと今回は、ぎこちない、ベヒーマスの、詳細、簡単な詳細についてちょっとお伝えさせていただいたのは、そういうところの、そういうところも考えて、今回動画をちょっと作りました。ご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバーイ。色が黒くなってる。バイバーイ。